今回はビタミン C の研究を一緒にやっていきたいと思います。はい、いろいろなものにね、ビタミン C は含まれてますが、ね、はい。はい、どのくらいね、含まれているのかっていうのをね、調べるための、ね、検出液がありまして、こちらがですね、ビタミン C の検出液なんですね。はい。はい。これはですね、このキットについていたですね、ビタミン C 検出薬の粉をスプーンで、ね、2杯、この中に入れまして、水でね、水を入れてよくかき混ぜたものですね。そうするとこれがビタミン C の検出剤が検出液になります。この液体はですね、この、なんだっけ、このパレットみたいなのの中に、こう20滴ずつ入れていくんです。こんな感じ。青の検出液ですね。ビタミン C 検出液。はい、こんな感じで、20滴ずつですね、ビタミン C 検出液を入れたものです。はい、それではですね、調べたいもの。今回は、ですね、ここにはこれは、ビタミン C をの粉を、ね、溶かしたもの、はい、3つ調べます。こちらは、私が買ってきたグレープフルーツジュースを入れたものです。で、こちらは、ですね、葉っぱから、緑茶を入れて、でそれをこの中にちょっと冷やして入れたものです。はい、いいですかね。ビタミン C の粉を溶かしたものを、グレープフルーツジュース、そして、緑茶になります。葉っぱから、抽出した緑茶ですね。はい、こちらを調べて、ビタミン C がどのくらいあるかを調べていきます。はい、このビタミン C 抽出液の中に、はい、この判定の仕方なんですけど、はい、ビタミン C の、抽出液青色が残っているときはね、この色が消えたときがですね、作業を終えます。1滴ずつこのビタミン C の 量を測定したいですね、この調べる液を1滴ずつこの、ビタミン C 検出液に入れていって、色が消えたときに何滴使ったかっていうのを調べて、ですね、でこの量が少なければ少ないほどビタミン C の量が、多いという、ね、ことが分かるそうです。はい、このビタミン C 検出液の正体についてちょっと勉強していきたいと思います。はい、このビタミン C 検出液はインドフェノールという薬品が使われているそうです。このインドフェノールは普段は青色をしています。ところが、それにビタミン C を加えるとビタミン C から水素を受け取って無色になるそうです。そのためビタミン C の量が多いほど検出薬の色が早く消えるということです。この検出薬の色が早く消えれば、たくさんビタミン C が含まれているということ。はい、それでは、はい、こちら、ビタミン C を溶かしたもの、ビタミン C の粉を溶かしたものを一番左こっち側に1滴入れます。はい、どんな感じでしょうか。ちょっと振ります。はい、まず1滴ずつ入れていきます。はい、その次は、2番目のこのグレープフルーツジュースを1滴入れます。はい、2番目のところに、はい、入れました。はい、次は、最後緑茶を入れます。
3番目のところに着々行ってきます。はい、で、色の変化を見ていきます。こんな感じでしょうかね。うん、なんかね、真ん中のグレープフルーツジュースのところがちょっとね、赤っぽくなる。ビタミン C の粉を溶かしたものもさすがにね、ビタミン C そのものがたくさん入ってるんで透明になりましたね。最後の緑茶、緑茶はまだちょっと青いです。そんなにたくさんはビタミン C 含まれてなさそう。はい、真ん中で謎の赤色なんですが、はい、あ、これ酸性が強いからかな。酸性が強いから赤色になっちゃったと思われ。はい、次はこの緑茶をね、2滴目入れます。まだ青いので。お、入れた瞬間ちょっと透明になるので、ビタミン C は確実に含まれてそうです。はい、ちょっと混ぜます。揺らして混ぜます。はい、こんな感じです。あ、ちょっと青色が薄まって、結構透明に近くなってきました。うん。緑茶にも明らかに、ビタミン C が含まれているのが分かると思います。ね、青色がね、ほぼ消えました。はい。真ん中、グレープフルーツは赤になりました。これは非常に酸性が強いことが、カラーという理由が、分かります。で、もちろん、青色は全く消えているので、酸性であることが原因で赤くなっていますが、青色は消えているのでね、ビタミン C があることが分かります。はい。結果、はい。結果を言います。グレープフルーツジュースは、ビタミン C が含まれてます。はい。で、酸性が強いので赤色になりました。緑茶は、にもビタミン C が含まれてます。でも、透明になるのに、ね、2滴必要だったので、ですね、このビタミン C、の粉を溶かした液よりもはね、ビタミン C はの量は少ないと考えられます。はい、そんな感じです。はい、ビタミン C の実験でした。はい。よかったらチャンネル登録お願いします。こんな感じでね、結構、もともと理系なのの人間なので、割と、実験で、いろいろ調べたりするのは好きなので、ね、面白いと思ったことをやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。